はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回はハロウィン2018の復刻の情報がね、来たということで、それについてお話ししていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。では早速やっていくんですが、俺はちょっと運営をあーってなってました。まあ理由としてはわかるでしょう。では早速やっていくんですが、まあハロウィン2018復刻ライト版ということで、キャスター視点同時が配布で来るという感じですね。で、キャスター視点ちゃんに関しては、単体宝具のキャスターということで、結構珍しいです。ゲットできる方は、絶対にゲットしておいて損はないサーバントなんで、とりあえずゲットしておきましょう。ではいろいろ見ていくんですが、10月17日の8時半から、あ、これレイド戦ですね。はい、レイド戦あるよということか。で、それ以外は、あ、はいはいはい、わかりました。はい、開催期間としては10月11日金曜日から、10月25日の、12時59分までということで、約2週間ある感じですね。ってことは、このイベントが終わった後ぐらいに2019年ハロウィンが来るんじゃないかなと。で、イベント参加条件としては、ロストベルトナンバー2、ゲテルデメルングクリアしたマスターのみが参加可能なんで、まだ2部終わってないよ、2部2章終わってないよっていう方は、今のうちにクリアしといた方がいいかなと思います。そしてまあ注意点で、聖杯の代わりに伝承結晶とかいろいろ書いてるね。で、コマンドコードはお友達ポイント達成、ああレアプリとかマナプリ獲得できるよって書いてるから、まあ、品が変わるよっていう感じですね。で、イベントの進め方なんですが、これに関してはまた、生放送じゃないわ、イベントが始まり次第動画にしていこうと思いますんで、よろしくお願いいたします。そして気になる方は、過去の動画でこういう感じだよっていうのを上げてたりもするんで、再生リスト見てもらえればいいかなと思います。で、今回に関してなんですが、とりあえず毎日解放されるメインクエストを進めて、お友達ポイントを獲得していくという形になります。で、このお友達ポイントなんですが、集めておかないと特攻の火力が下がったり上がったりするんで注意してください。これね、お友達ポイント集めておかないと特攻のね、この火力が出ないんだよね、霊装の。それがちょっときついかな。で、イベントアイテムで交換とかいろいろあって、10月17日ということで1週間後ですね、イベントが始まって約1週間後にレイド戦が始まるよという感じです。で、レイド戦に関しては解説の動画、後日にあげたいなと思ってるんで、気になる方はそちら見てもらえればいいかなと思います。では、やっていくんです。そのまま進んでいくんですが、正式加入は1週間後ですね。まあストーリーが全部終わったら正式加入できるよという感じか。で、初回一挙2話放送ということで18時からあるんですが、メインクエストに関しては基本8時半に解放されるという感じです。これなぜかというと、プリキュアだからです。はい、プリキュアです。プリキュアはだいたい朝に放送しているということで、同じように8時半から開始される新しいフリークエストが解放されるという感じですね。ある意味この時間帯に起きるということで、生活リズムを正すことができるかもしれないが、個人的に18時に解放してくれる方が嬉しい。で、お友達、ポイントの総獲得量に応じてイベント限定概念レースの効果がアップということで、このイベント概念レースを、まあ、今回は旧アーツバスターの特攻となるんですが、お友達ポイントが溜まっていることにより特攻の火力がさらに上がっていくという感じになるんで、まあ、とりあえずレイド前にお友達ポイントはほぼほぼ集め切っちゃうという勢いでいいんじゃないかなと思います。確かね、お友達ポイント100万ぐらい集めたら、125万だったっけな、それぐらい集めたら特攻が最大火力になるという感じですね。まあこういう感じですね。お友達ポイントがこうなるとこうなりますよと。あ、書いてるね。多分125万300、多分125万ですね。ポイント、お友達ポイント集めると特攻の火力が最大になると。で、最大 500% までアップしてくれるんで、火力としては自分のキャスター、キャスターじゃないね、自分のサーバントが6倍となります。相当いい火力出してくれますね。で、お友達ポイント達成することで報酬、いろいろなアイテム、いろいろなアイテム、入手することができるんで、まあとりあえず集めていきましょう。で、今回、キャスター視点ちゃん育成すると経験値2倍なんで育成しておきましょう。そしてレイド戦の時に、キャスター視点ちゃんに関しては NP50% チャージした状態で
バトルを開始する。かつ、自身の攻撃力を 100% アップした状態で、開始することができるんで、まあメインアタッカー持ってないよっていう方に関してはキャスター視点ちゃん使って、まあ周回するというのはありかなと思います。ただこれに関してはレイド戦のみで NP50% チャージした状態になります。だからフリークエスト等では対象外となりますんで注意してくださいという感じですね。まあ俺は多分今回キャスター視点ちゃんで殴り殺してるかなという感じかな。で、お友達ポイントのドロップ獲得量と絆ポイント獲得量アップしますよーと書いてるんですが、まあここら辺、シテンちゃん、シトナイ、バラキーちゃん、ダヴィンチ、シテンドージ、パライソー、バラキーちゃん、マシュ、ベニエンマ、フランケンシュタイン、クロエ、エウリアレ、コギル、ビリー、パリス、ジャンヌ・ダルコルタ・サンタリリー、メルーサ、ガレス、シバイ、過去ライネス、ダヴィンチ、ライダー、アレキサンダー、イリア、ナーサリー、ミュー、メディア、ハンズ、アンデルセン、カーマ、ジャック・ザ・リッパー、ステンの不足点、チャチャ、フランケンシュタイン、バーニアン、キング・プロテ、アビゲイルが、絆のやつとか、が上がっていくという感じになるんで、まあ絆上げしたいなという方はこれ連れていけばいいんじゃないかなと思います。まあこれに関しては基本ショタと、ロリ系のサーバントが対象になってるという感じかな。ほぼほぼ、まあいまいち余裕わからんけどね。で、お得な獲得攻略方法その2なんですが、イベントレースをつけて周回するとドロップ獲得数がアップするんで便利だよという感じですね。まあこれガチャ3レースですね。そして、交換に関してなんですが、まず、星5のやつだったら、概念レースを3アングラーと、氷だから多分これ9とバスターのやつかな。そしてキャスターのフォーグレベルアップ、キャスター視点ちゃんのフォーグレベルアップと、激鱗油オーロラ光、そして、星4レースだったらフォーグレベルアップと星4、アーツとバスターの、特攻レースと心臓ランプ羽、星3だったらフォーグレベルアップ用と、アーツとクイック性能の、ね、特攻レースと貝殻毒針随液という形になってるね。まあそれ以降、まあフォークンとかいろいろあるという感じです。で、3アングラー、これが急性能の、特攻火力上げてくれるんで、まあスカリーで殴り切りたいなと思う方はこのレースをとつってください。ロイヤルアイシング、これアーツ性能アップしてくれるんで、アーツでぶん殴りたいなと考えてる方はこれ選んでください。で、バスターでご利用しようと思う方、氷結等獣クマなんて言うんだったっけ、わかんないんだけど、まあバスターで殴りたい方はこれとつって、使ってください。で、イベントカードを、あれですね。星5霊装が1個レアプリ変換、星4と星3がマナプリという感じですね。これに関しては今回は竜特攻っていう感じだね。ただこの星3霊装自身の弱体状態1つ解除してくれるんで、正直なところ汎用性で言うと、上の2つより星3霊装がめちゃくちゃ強くなっております。星3のコマンドカード持ってない方はとりあえずゲットしておきましょう。で、キャスター視点ちゃんの説明で、まあ再入手の得点ということで、去年やった方だった場合レアプリが合計5個ゲットできるんで美味しいという感じですね。で、あーマジでかーって思ったんだよね。いやー、なんか使徒内だけじゃないんだろうなーと個人的に思ってたら、まさかの四天道者アサシンがピックアップされるというね、複合ピックです。で、自身まだ視点ちゃんをね、ホーグレベルマックスにしてない、一番初めに聖杯振ったのにしてないということがあるんで、まあ単独ピックの時に、はい、生放送か何らかしらでホーグマックスチャレンジやってると思うんで、気になる方は見てもらえればいいかなと思います。まあピックアップは11日から25日ですね。で、まず複合ピックとして、金曜から日曜日に関しては、両方とも一緒にピックアップされてるという感じですね。で、星4も今回日替わりしていくんだ。ははー。で、その次に、使徒内が、14、15に、単独ピック。で、バラキーちゃんのランサーがその時に単独であって、その次にバーサーカーか。で、18日の金曜日から、アサシンの視点ちゃん単独のランサーとバーサーカーが日替わりと。で、ラスト複合がもう一回来るという感じですね。あ、一週間ラグある、よかった。そのレイド戦が木曜から始まるから、
ある程度ちょっとレイド買ってから石使いたいなと個人的には思ってたんで、まあ18日木曜日がレイド戦始まると思うんですが、まあそこから動画撮りながらいろいろやろうかなと、はい、思います。いやーマジかいやー個人的にシテンちゃんまだ来なくていいよと思ってたんだけど、頑張るしかないね。でまあ首都内に関しては宝具レベル上げる気は今は全くないんで、まあアサシンのシテンちゃんの単独ピック来た時にガンガンまあ回していこうかなと思います。でスキップに関しても気分でいろいろとやっていくという感じですね。はい、以上ということで、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくれた皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。